せーの、 BTU アニメラボ。さあ今週ゼブライン松井が紹介したアニメこちらです。どん、ひもてハウス。ひもてハウス。さあこちらのアニメ皆さんご覧になってますか？ちょっとまだ漫画タイムキララですか？あ、いやちょっとわかんないですね。これはちょっとわかんないですけども、ひもてハウスというのはね、私はもうモテないやつらがつるんでるなんかルームシェアアニメかなと思って最初見てた。うん、はい、はい、俺もそう思ったよ。はい、ひも、あー、なるほどね。ひも、誰かに恵んでもらってるというか、養ってもらってるやつらの家の、あー、違う、そういう意味じゃない。ひもって、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 はい、ひもって、はい、川さん、みんなひもを持ってる。あ、ひもを持って、ひもを持ってハウス。みんな髪を止めるなみたいな。ひもを持って、みんなファイヤーリンボーしてるんだ。あ、ひもを持って、ひもを持って、ひもを持ってじゃない、ひもを持って、ひもって、ひもの、ひもて家のハウスです。なるほど。あ、ひもて家のハウス、南家みたいなことか。そうそうそう、南家で、南家、ひもて、ひもてさんか、ひもてさんのティモテみたいな。最近もう一話でひもて、あ、これがひもてハウスかよ、ヘイがそんな、ひもてさんの家に、まあ結果ルームシェアをしに来るんですけどね。ルームシェアをするんだ。それはするんだ。そう、最初自分のイメージじゃない、なんかうたちの上がらない男たちがなんかモテてえなっつってるアニメだったらいいなと思って見出したんですけど、全然違った。ひもて、可愛らしい女の子が、もともと3姉妹、ひもて家が住ん、3兄弟3姉妹が住んでます、うん、そこに友達2人が来ますので、5人で、女の子5人でルームシェアやりますよっていうお話。へー、あー、女の子5人だけなんですね。女の子5人と猫1匹の、猫1匹、はい、うん、随分でかい家だね。確かに。そう、まあ、おのおのおのなんか部屋あるから。確かに。でもそこをたあんまなんか書かれてるか、親がなんだかんだって今いないとかな。ああ、親がいない系のやつか。なんか話が、そうそう、原作がまだ多分これないんだよね、まだというか。あ、オリジナルっぽいですね。あ、そうなんだ。今調べたらっぽいけど、ぽいけど、ちょっとで漫画タイムキラクラウドファンディングで作ってるって書いてある。じゃあイントロダクション的なことを言います。はい。東京中野にある一軒家で共同生活を送っているのはボロ屋か。家主のひもて家3姉妹、時代、木並、心と、心の同級生、たえとみなも、そして飼い猫のえにし、通称ひもてハウスを舞台に、個性豊かなメンバーたちがどうしたらモテるようになるのかを日々悩みつつ、かしましく過ごす女子たちのちょっとだけ生々しい日常風景でございます。はい、はい、川合さん、大家収入、大家の家賃収入で生きる話を描く。あー、じゃあそういう生々しさではない、はい、残念。ただこれは今回私この生々しさで本当にはぁ、なるほどねと思った。ゴリゴリに男連れ込む話とか。あー違う。あ、じゃない、多分山バッタモンだったらわかる。あー、でも小林さんも分かっちゃうから気持ち悪いんだよな。まさにちょっと、はい、はい、小林さん、整理。あー、ちょっと違う、生々しすぎる。あと、なんで小林分かりそうってそれで、それだったらヤマピンも何とかしたいよ。俺とヤマピン両方やりました。固定資産税が払えない話。あ、違う、お金ではない。お金じゃない。ストーリーをちょっとだけ進めてみましょう。2人が来ました、3姉妹に自己紹介しますので、これからお願いします。じゃあみんなで住んでいくにあたってルールを決めましょう。あ、大事。ちなみにバスタオルはどうする？バスタオル、バスタオルどうしてます？私は3日に1回ぐらいかな。あ、そういう話ね。マジか。え、普通1日に1枚じゃない？あ、まあ、ってことになってきて、ね、2回ぐらい使う人も。でも1日でもうやったら2日で5人いいんだから、5枚かける2で10よ。10ってめちゃめちゃじゃん、うん、大変じゃないって洗濯。あ、確かにな。そうなってくるとブラとか下着もそっかって、うん、ってことはブラネットも10個か、うん、ちょっとね、ブラネットってそんな使うもんなのって。使わん。で、そう、そこでまずブラってそうなんだって、うん、あれね、ちゃんとやんなきゃいけないんだ。一回中のネットね、ブラネット。そうじゃないとホックとか紐とかが絡んで大変なことになるからねって。まあ、何も洗うと、そうか、そんな適当なネットで済ます人もいるしね。うん、そうで、今の話を小林さんと山ピーは、うん、そうだよなって、まあねっていう感じで。姉がいるから、俺は。まあ、やっぱ自分と小林さんがね、ブラジャーを同時に洗うときだね。そうね、5000分の1ぐらいの確率でありえるかもしれないわけですよ。本当に本当にありえる。そしたら万国旗みたいになって出てきちゃうよみたいなボケをしてくれるわけよ。っつって、でそれ引っかからないためにチャーシューみたいに巻いてるってやつもいるし、じゃあそれ洗えてるのチャーシューじゃねえんだからよっ
ていうのが日常的なこともあり、はいはい、飛び出した時使ってんのリアリティ ねじゃないとワイヤーがなんかなっちゃうとか、まあな、なんかパッとめちゃめちゃ入れてるとパッと乾かすのに大変よねみたいな話とか、女の子の洗濯って大変なんだなって、ちょっと私には分からないちゃんとしてる子はちゃんとしてるんでしょ、小林さんらしい、まあね、やってるんですかちゃんと。俺はね、意外とちゃんとしてうるせえようるせえ、気にしてやってんだね。パッド何枚、パッド何枚、パッドは多ければ多いほど、あ、じゃあいっぱい使うタイプだ。そう、乾かねえの、そう、脱水がしにくいって中わからない俺いじりの話じゃなくてアニメの話、あ、アニメの話、俺いじりじゃなくて、まんま一緒のこと言ってるからそうなのかなと思っちゃって、うん、で、まあ、そっから、まあ、パンツはどんなのかなって、でお互いじゃあ一回確認しよっかってなんとなくこういう傾向が好きなのっていうの分かるかってことで、まあ、みんなでパンツ鑑賞して感想を言い合うっていう投稿開発もともと3姉妹なんでしょう。まあね、もともと3姉妹に友達2人来たぐらいの話なの、うん、まあ、でも外部の人帰るとね、そう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 っていうより、まあ、まあそこで、いやパンツの話見てんじゃねえよと、パンツ見て感想言って場合かって、なる、まあ、ここからはまあちゃんとしていきましょうよって、うん、でちなみに何の能力持ってんのって、うん、能力あれ、表計算とかエクセル作れますみたいな。いや、ここからですよ、もう本当に、あ、この日常系がさあ始まりました、ここからが。え、違う の、 免許持ってます、あの料理作れるとかじゃなくて、あ、違います、一人は心が読めます。もう一人はコピー能力、コピー時を止める、時エネルギー波を打てる、最強最強業種がコピーじゃん、エネルギー波打てんの、なんでこれも、もうある種の強えやつ、フォルトピと、そう、だから時止めるやつと、うん、心が読めるやつとコピーと、うん、でエネルギー波を打てるって強い系のやつ、うん、戦闘型、戦闘型、便利型、もう4人揃って、で、あなたはどうなのって友達来られたら、ないっすけど、あ、友達じゃないんだ、ないっすよ、ない、無理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 、でも5人中4人あるんですか、5人中あって、関数ある、何あの、あ、俺はねって、もう念能力の話みたいな感じで、うん、サラ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 って言って、ほらほらほらってやってくれるんだよ、一人レオリオいたんだまだね、覚えてないのよ、なんすかそれって、うん、ちょっとわかんないです、みんな何でやるんじゃない、いや、やれてやれって言われても、ボコボコボコ分身出た、出た、出た、芽生えた、みんな強キャラばっか、目覚めた、みんな強キャラばっかで、で、猫も来て、あー、新しい子が入ったねって喋る猫、あー、猫喋った、この子を喋る猫、能力バトルだった、1話でまさかの能力バトルになった能力ものだったんだ、能力もらった、なんかもっと生々しい女子のと思ったら、ね、その日常をリアルに描くみたいなやつかと思った、え、それ何なの、どう戦ったりするの、いや、敵はいないから、敵はいないんだ、いない、普通の性格、敵がいないから戦うわけでもねえしなって2割言ってくれた、へぇ、じゃあエネルギー波何の役に立たない、あ、ムカついたやつに、あ、いいね、そう、あいつ死ねえよと思ったらドーンって打てた、肩パンみたいな、それがシューッて、だからレーガンと一緒に一番最初先生にバーンって、なるほどね、はい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 、はいいね、ジャックレーガン、そうか、焼き尽くしちゃうわけじゃないんだ、そこまでは強くないねそんなセルのカメハメハみたいなことはないね、はいはいはい、ね、で、そして2話、うん、まあ、2話はまあほのぼのとした話が始まりまして、うん、まあ、みんなで朝食を囲んでます、そんな中もよくありますよね、海苔の佃煮、あれ瓶開かないですよね、あ、ちょっと硬くなってるみたいな、硬くなってジャムとか瓶、うん、その中どうしましょうというところで能力大活躍ですよ、そうだよね、そこでもうみんながやって、で分身してみんなでやるけど一人の力が弱いから意味はねえと、あ、全然意味はねえし、時止めたもん何もねえし、心読んで、なんかお前説得しろよみたいな、どういうむちゃくちゃこと言われる、いや違う、そういうんじゃねえからさ、瓶出しっていうところでもうアイデアが出て、瓶のこの開けるの、うん、エネルギー波とコピーしたエネルギー波でこうグロンってグロンっていけばなるほどね、開く、大丈夫、大丈夫かそれ、開くじゃん、なるほど、かな、こうやるほどねっていうことで、ね、コピーして、せーのでハーって打つ、キャリっていけるか、ここでよくあるルールあるじゃないですか、コピーはオリジナルを超えられない、あ、やばい、オリジナルの力が強い、このままじゃ爆破するっていう時に、うん、時止め能力、時の時で微調整してくれるっていう、そう、もうちょいこっちから、ね、便利、超便利、うん、で、うまいこと瓶にゴローンっていきました、しまった、瓶逆だ、こっち向いたらこっち向いちゃった、閉めちゃった、閉めちゃった、もうダメだこれ、二度とわかる、2話めっちゃ面白いじゃん、めっちゃ面白かった、めっちゃ面白いで、 B パートはこんな能力持ってたらさ、あのモテなくないっつって、うん、
嫌でしょ、彼女が分身するって。いやでもそれをハーレム好きの男は、いや、じゃあハーレム好きの男は私が嫌いだって言ってそっか、まあ確かになって、ビーム出るやつ嫌だろうって。なんかビーム出したら髪ボサボサやるし、爪ネイル剥がるし、できるだけやりたくねえのよって。あ、なるほどね。そんなやるなきないビーム出すことがない割とムカついたらすぐ打ってる。あ、まあ、まあ、まあそうだよ ね、まあ、ね、打てるんだったらね、まあ、打っちゃうよね肩ぶつかって謝んのやつ、おい、やっちゃうよね、持ってたらね。そう、死ねないぐらいだったらバレるかもねえし、うん、全然やるやる。で、まあ時止めてもらえるし、ここで読めるとやっぱ胸見てるとか尻見てるとかで、あー、嫌な部分見てるから、心が一番嫌だよ、疲れちゃうね。そう、あ、で、すごかったのがね、この能力一番最後やっぱ落ちとして持ってきてるの、うん、よく一気に見直したらみんなちょっと伏線張ってんのね。ここで読めるかずっと耳もせえてて街中だと、うん、あ、聞こえるからかって、うん、で時止めるこの部屋に挨拶行ったらなんか本が崩れてたけど、あ、危なかったみたいな感じで確かに戻ってはいるの一瞬で、挨拶していいですかとか地味に伏線張って回収してきやがる。あ、ちゃんとしてる逆アニメのくせに瓶開けたりしてるくせに、そうのくせに。でまあ、もうモテないからみんなで相席居酒屋行こうっつって行くけど、うん、みんなでやっぱ性格に何があって、いや違う、能力のせいじゃない、素だ素だ悪いっつってモテねえ女が能力持ってんだこれ、そう、もうダメだ、普通にモテねえわっつって2話終わり。へえ、面白い。そう、すごいね、見やすくて、これがアニメオリジナルっぽいね。なんか特に原作が特に何でって書いてないんで、あとエンディングが、うん、歌詞がないエンディング流れて、歌詞がない、歌詞だけ、曲だけ、インストゥルメンタルみたいなやつが流れて、その後に声優さんの座談会的な、座談会、あんまり動かないやつで声優さんが大喜利しだすっていう、あー、なるほどね。なんか名のあるスタッフとかでキャストなんですか、じゃあ。声優さんめっちゃ豪華なはず。あ、はいはいはい。まあクラウドファンディングしていくやつもね。まあそうだね、うん、ちょっと、あ、須崎さんとかね、須崎さん、やっぺとか、ゲサカさとみ、あ、三森すずさん、水原さん、上坂すみれのみ、西明日香さん、で、江西さんが、そう、西谷あらさん、強いじゃん。そう、そう、うん、人気売れっ子たち、そう、みんな強いじゃん。ヘリウムを吸ったような声でどんな場面で何言うかっていうなんかお笑いライブの第一回ヘリウムガスっぽい感じで一言選手権みたいなのがあって、で痴漢された時にちょっとやめてくださいよみたいなのあってみんな言わないじゃん、かわいい汚れ声優ばっかりそう、山下さんが言う正解よ、かわいい汚れ声優、下ネタも大丈夫な人ラジオでうんことか正面の話してる人ばっかりだ結構そうだ、OK な人たちのもうそういうのね。だからキスの音誰が一番リアルか選手権とか大丈夫だったから、だからまあまあラジオみたいなもんだよな。そうですね、そうだね、まあ、ヘリウムガスだったら、ヘリウムの声で五輪中っていうのが一番嫌だっていうのが、五輪中ですっていうのが、いや、ムカつくなってなんだそれっていうミニコーナーがあります。で声優好きさんとかね、ちょっとそういう変わったの生々しい女子のやつ見たかったらちょうどいいと思います。それがヒモテハウスでございます。10分アニメなんでサクッと見れるんで、ね、おすすめでございます。すごいですね、はい、なんで皆さんぜひ見てください。以上、ゼブレイマスへの今週の注目アニメでした。バイバイ。